こんなにいろんな表情を見せてくれるなんて、さすが白ワインの女王。バレルエイジドは樽熟成の甘香ばしい香りがフルーティーさに奥行きを生み出してるの。ワインならではの複雑な味わいは、ゆっくりと時間をかけて味わいたいな。わー、とってもフルーティー。お酒初心者の私でも飲みやすい辛口ワインかも。メロンのようにほんのり甘くてフルーティーな香りと爽やかな酸味で後味がすっきり。アウンデッドは気軽に楽しむ前にぴったりかも。うん、飲みやすい。プラムやブラックベリーのような味しみたっぷりの味わいが口いっぱいに広がります。親しみやすい味わいだから赤ワインを飲み慣れてなくても OK。 お肉料理と一緒にゆっくりと楽しみたいワインです。うん、期待通りの味。パッションフルーツやグレープフルーツのような柑橘系を思わせる豊かな香りと酸味はソーヴィニヨンブランならではね。他の銘柄も指名買いしようかしら。メルローという品種のブドウは長野県塩尻が一番美味しいと言われていて、日本で言えばメルローイコール塩尻と言われるみたいだよ。ブドウの品種が一緒でも育つ環境によって味が変わるらしい。